昨日の大阪府知事選挙で2度目の当選を果たした吉村博文知事今日の就任会見で公約として掲げていた高校の授業料無償化の所得制限撤廃について次の大阪府議会に方向性を示す考えを明らかにしましたまず制度設計してそして私学との調整というのもありますまあの具体的な制度設計案というのをできる限り早い段階であの作ると いいうこととになると思います大枠については、春、5月議会ぐらいには提案がであの、一定の案が示せればなと、スピード感を持って、えー、進めていきたいとまた、2度否決されている都構想については。そういう声が非常に多かったのであの、もうこの4年間、一切そこについてはもうあの見向きもしませんということでは、僕はないだろうと思ってます。と、3度目に含みを持たせました。 およそ200人の職員らに迎えられて初登庁したのは横山秀幸新市長松井前市長との事務の引き継ぎなどを終え会見に臨みました市議会でも維新が過半数を達成したことを受けて議会の定数削減に質問が及ぶとこれまで大阪は府議会は定数過半数を取った場合削減や見を切る改革をやってきましたので大阪維新の会のまあ 一つの公約の柱ですし、今後、市議会のメンバーと相談しながら。あの、はい、考えていきたいと思います。一方、保守分裂となった徳島県知事選挙で初当選した。元衆院議員の後藤田正純さんも。一夜明けた今日、改めて意気込みを語りました。現場。そして徳島県民目線。ええ、これを。 やはり貫き通すという事件は現場で起きている現場に課題がある